はい、では東選手元スタッフありがとうございました。今各、選手とスタッフからということで感じたことを、あと、活動内容ということで話していただきましたが、時間の方を押しておりますが、川崎の方から、まあ、APO どういう大会だったかというのをまた写真を使って、紹介したいと思います。これは APO カップの大きな横断幕と言ったらいいんでしょうか。体育館とかにドーンとこれが掲げてありました。で、ここの左下に映っている選手は東京のレインボーソルジャーの北澤陽平という、選手ですが、もうかれこれ日本を10年ぐらい背負ってきているスーパーエースです。オーストラリアの大会なのに日本の選手がこうやってシンボルとして掲げていたことも、また誇らしいことだなと思って、あと北澤選手の T シャツが、顔がプリントされた T シャツももらいましたけど、それはまああんまり引き入れないかなと正直思いましたが、覚えておいて損はない北澤陽平、とても気さくでいい選手なので、また話してみてください。彼は面白いです。はい、この辺はもうさっき元スタッフが説明していただきましたので走りたいと思います。はい、9時間45分ということでしたが、約10時間ですね、こういうふうに、飛行機の中で過ごしておりました。これはまた、塩井選手の別な写真ですが、こうやって斜めにして体圧分散をして、疲れを取っているというところです。これが機内の様子ですね。北川選手も普通に座っているように見えますけれども、足の下に大きな空気の入るクッションを入れて、材料を調整したりしています。はい、これが東選手とあと高田ドクターが機内でも、みんなの健康をチェックしているというところです。左の写真はみんな自分の車椅子にやっと十何時間ぶりに乗れて安心しているところですね。あの車椅子に乗っている人だと分かると思いますが、自分の車椅子がどんだけ愛おしいか感じた瞬間だったと思います。はい、これは機材チェックといいまして、大会が行われる前、これは公式練習の日だったと思うんですが、体育館で、レフェリーがこのフットガードですね、皆さんつけてます、フットガードの長さが適正であるか、あとこういったコントローラーの部分の突起物が相手の選手と接触しないかどうか、あと、横にボールが保持される形状になってないかとレフェリーがチェックをしてくださいます。で、このチェックに、失敗してしまうと、もちろん規定外ということですので試合に出れないということになります。ここにいらっしゃるのはマーク、アメリカの、主任、とても、すごいレベリーでマークゾーンという方ですがチェックしてくださいました。はい、写真を4つ並べてみましたが、まずこの右はですね、鹿児島から3名、今回選んでいただいたということで竹野美信也亮太横断幕を作ってもらいました。あそこのチェストというのは鹿児島弁で頑張れという意味で、こういった、皆さんの応援を力に頑張ってきました。あとこれは、東選手の会議者の小長野さんが手作りで、あのボン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 ってなる空気を入れたらなる風船というんですかね、これをおお、なんかどうか手作りしてくれました。で、左のこのボール、これはオーストラリアの大会で使用されたんですが、こういった日本のボールではあまり見ないような可愛い、おしゃれなボールでした。だからちょっとまあ、結果感覚はあまり良くないのかなという感じでした。で、左上は何でしょうか。せーの、おお、なんかスタッフの方からしか聞こえませんでしたが、はい、OG ビーフですね、固かったです。焼きすぎじゃないですか。はい、これが試合前の様子、応援団長の宮崎さんがボールを取ったりしてます。
ますが、こうやって試合が終わるとその場でミーティング、またホテルに帰ってからご飯が終わった後にミーティング、毎日毎日ミーティングを繰り返してチームの絆を深めていきました。左の写真は、スピードチェックと言いまして、日本では審判の方が、横を並走してストップウォッチで測ってくださいますが、今回の APO ではこのローラーがついた機械の上に乗って、コンピューターで測定をするという形を取りました。はい、これが開会式の様子ですが、全チーム並んだところですね。オーストラリアの方はとても丁寧な方で、開会式がすごく長かったですね。通訳の方ももちろん踏まえているので2倍の時間がかかったということもあって、こう横に選手の横にスタッフが、ついてくださっています。この時もリクライニングにしたりとかですね、細かな気配りをいただいて、いかにいい状態で試合に臨めるかというところで、してくださいました。そして、もう日本でもおなじみになっていますが、ベンチに入れるのはこれ選手とスタッフと間違えてますね。スタッフは5名のみになります。で、この写真の通り、保護者や介護者はスタンドから声援を送らないといけない。もう自分の子供がたとえ怪我とか何とかしてもベンチに入るのは罰です。これは、電動車椅子サッカーというのは、本当に一つのスポーツでありますので、こうやって真剣に、戦ってきました。で、下の方はオーストラリアの青年が日本を応援してくれているところです。これは試合の様子です。はい、では僕の報告を終わります。ありがとうございました。それでは、これから意見交換に入りたいと思います。今の話を聞いて、もっとこう聞いてみたいなとか、いろいろ、まあ、感じたことがあれば、聞いていただければなと思いますので。はい、素晴らしい質問が今聞いてございます、はい、じゃあ僕の方からお願いします。はい、どうします。2020年のオリンピックで電動車椅子サッカーが、競技種目になるかどうかっていうのはまだ分かりません。ただ、国際組織である FIPFA、FIFA は、IPC、国際オリンピック委員会に、競技団体として認められています。で、今 FIFA は何をしたいかっていうと、そのオリンピックの正式競技種目に採用してもらえるように活動しています。ですから、まるっきり、可能性がないわけではないんですが、やはり、パラリンピックに入るというのはものすごくハードルが高いので、それを一つ一つクリアしながら、パラリンピック入りを目指しているところです。よろしいですか。はい、はい、もう一個ある。大丈夫、他にありますでしょうか。選手じゃない方でも全然大丈夫ですので。はい、すみません、審判の方なんですけど、やっぱり指示は英語なんです。共通の言語、審判がこうゲーム中に指示を出すときとか、なんかこう選手がコミュニケーションを図るときは基本が言語があるんですか。はい、国際、まあ、さっきも言いましたように FIFA が、主催する大会になるので、FIFA の公式言語というのは英語です。ですから英語が決まるということになります。ですね、審判の英語ですよね。で、今回アジアオセアニアゾーンの大会だったので、その
あ、基本的にはです、ね、主審は、まあ、アジア APO カップだったらそのアジアオセアニアゾーン以外のゾーンの主審がやってくるというふうになるので当然主審が支持するのは英語になりました。よろしい。選手の皆さんは一応その指示を感じ取ってやプレーしている感じ取ってるわ。そうですね、理解してまあ、僕みたいにペラペラだと審判の方のお分かるんですけど、まあ、塩入りとか東とか英語がちょっと分かんないなっていう方っていうのはまあ冗談ですけど、まあ審判の方の簡単な英語で、OK とかなんかそういうジェスチャーも交えて、あとまあ5メーター離れるとかどうのこうのってありますけど、あるいは5メーターレフェリー5メーターって言えば、レフェリーの方がちゃんと見てくださるという、もう本当に一般のもう片言の英語で試合はやるというような感じで、センタープリーズとかそういう感じでやってました。ありがとうございます。まあでも行く前に、まあ、英語の詳しい選手の人がいたんで、まあ、こういう時なんていうのとかみたいな話は選手の絵で話し合いましたりしましたね。でそれはなんかある程度リスト化してみんなで共有しようみたいなのはありました。でまあある程度こう言われるので、言われて、まあ、分かってなくても、笑顔で OKOK って言って対することも僕はありました。はい。ありがとうございます。他にありますでしょうか。じゃあ、質問ではないんですけど、はい、私自身もレフリーとして、ちょっとこの大会に関わらせていただいた経緯がありまして、むしろ日本で、大きな大会なりで、活躍している選手は当然その日本のある程度のクオリティの審判員の中でプレーをしています。で国際大会っていう中で一番こう難しいのが、実は海外のレフリーの取り方とかですね、ポジショニングとか、ね、ちょっと日本と違うっていうところがたくさんあって、日本ではこれきっちりファウル取ってくれるんだけど、海外に行くとこれ取ってくれないのっていう、そういうようなこともたくさん起こっていると思います。でそういう中でやっぱりこう選手がしっかりそのレフリーのジャッジとかに紛らわされずにメンタル持ってプレーしていくっていうことも皆さんしっかり準備していたりしてたんじゃないかなと思います、はい。で先ほどちょっとゾーンっていう話がありましたけど、まあ、アジアパシフィックオセアニアゾーン以外にヨーロッパゾーンとアメリカゾーンというのがありまして、今回主審はイングランドとアメリカとフランスから1名ずつ、あと副審をオーストラリアと日本と、シンガポールでまた行ったという感じでした、ね。最初は実は日本からレフリーは呼ばれておりませんでしたので、はい、こういったところは次の大会を何か課題にしてほしいかなと個人的には思っています。はい、すいません、時間がありました。いい、ありがとうございます。他にありますでしょうか。何でもいいですよ。はい、すいません、はい。APO カップでは優勝という素晴らしい結果だったんですけれども、世界では今日本はどれくらいの位置にいるんですか。はい、APO カップでは、まあ、優勝しましたけど、その前回のフランスワールドカップでは残念ながら5位でした。で、ワールドカップは10カ国で大体やるので、その真ん中ぐらいというような形です。ですから、まあ、その前は最初のワールドカップは4位だったんですけど、それが5位になってしまうということで、非常に残念だなと思って、まあ、これからはまた上を向いていこうということになっています。次に僕
はい、よろしくお願いします。はい、今、しおりさんの方から募金の説明ということでいただきましたが、その前に、書籍のご案内、そして映画のご紹介をさせていただきたいと思います。まず書籍ですが、この、皆さんから見て左 2 on 1という、作品が、これは元審判員の、鈴木和音氏という方がですね、電動車椅子サッカーをモチーフにした小説を書いてくださったそうです。一般に発売されてます。 2on1 って、ファールの意味ですけど、ちょっと書き方を書いてますね。 2on1 と書いてます。ぜひ読まれてください。あと、これはですね、もう、4、5年前になるかと思いますが110センチのシェアということで、今関東の強豪横浜クラッカーズの監督をされています、平野さんという方が、大学アメリカに、留学された時の、話題。これがもう電動車椅子サッカーの、海外との交流の、まあ、架け橋となったところの話とかも書かれておりますので、ぜひ、読まれてみてください。そしてこの本は、左からは勇気の印というのは、これは中国ブロックのですね、中野勇気選手という方が、自分の感性を書いた本になっています。これは一般には販売されてないと思いますので、このメイクアウェイ終了しますぐというところに問い合わせいただけると、か中野くん本人に問い合わせいただけると見ることができると思います。そしてアイコンタクト、これは、聴覚障害の、なでしこ女性の日本代表の、映画です。が本になったやつですね。今電動車椅子サッカー日本代表をずっと、今2年ぐらいになりますでしょうか、中村監督という方が、ドキュメンタリー映画をですね作ろうということで、電動車椅子サッカーの映画を作ろうということで、活動してくださってます。その中村監督の作品アイコンタクト、これ本もすごく面白いです。ぜひ読まれてください。映画ですね。その映画がアイコンタクトも DVD にもなっています。あとプライドインブルーこれは知的障害者のサッカーがプライドインブルー、こちらも映画でなってますので、ぜひ調べてみてください。右上が中村監督の顔写真です。全国大会とかに行ったらほぼいらっしゃると思いますので、ぜひ話しかけてみてください。それと、はい、そこの入り口の方にも置かせていただきましたが、 JPFA、 これは日本電動車椅子サッカー協会ですね。ナンジェスダッツサガも登録しておりますが、 JPFA のサポーター登録制度のご紹介です。日本電動車椅子サッカー協会では東京から及び日本代表チームの、活動をご支援してくださる企業や個人の方を募集しております。ということで、一口1000円から何口でも、ご協力いただけますのでよろしくお願いします。特典としては、こういった缶バッジをプレゼントさせていただいたり、あと大会観戦とかで10口でオリジナル T シャツをプレゼント。最近グッズの方がすごく充実してきまして、いいデザインのがたくさんありますので、またホームページの方で確認していただけると嬉しいです。はい、それと APO 活動報告会の募金についてということで、ここの入り口にも募金箱を置かせていただきました。この報告会を開催するにあたって、少ない予算の中で、しておりまして、各ブロックで開催して、またそれを次の大会によりよくいろんなところに、発信していけるように、
費ということで、募金をお願いをしております、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは時間が迫っております。では、これで、全プログラムを終わります。で、アンケート方法を、リポートするか右奥の後ろの入り口の右側のテーブルの方にありますので、ぜひ書いていただいて、アンケートでの方に、はい、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、1時間という、長い間でしたけど、ありがとうございました。この報告会なんですけど、APO カップの準備委員会の方の、今回は九州ブロックということで、川崎選手を中心に、段取りさせていただきました。また、協会の方からも、代表協会の鳥山さんをはじめ、上田さん、松尾さん、また審判員である富田さんに、今回来ていただきました。本当にありがとうございました。また今後、日本代表がより皆さんに身近に感じていただいて、で皆さんがこう目指したいなって思えるような、憧れるような日本代表になるようにであってほしいなという形で、僕らもまた、チャレンジしたいと思うのでしていきたいと思うので、一緒にまた、九州からそれをまたこう盛り上げていければなと思うので、はい、よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。